はい、こんにちは。新州読書会の宮沢です。今日は、動画を撮ってきたんで、ご紹介したいと思います。須坂市動物園に、散歩がてら行ってきました。カピバラを見てきました。最近カピバラに愛着が湧いてきて、いつもねツイッターで須坂市動物園のアカウントを見てんですけども、冬場温泉に入ったりしてね、結構気持ちよさそうな顔してまして、見てきました。私にね牙を剥いてきて、この後ね危なかったです。身の危険を感じましたけども、すごいです。この歯の力たるや、バキバキね、これでやられたら痛いでしょうね、これね。これね、カピバラ温泉っていうのは横にあるんですけどね、いっぱい緑色のうんちが浮かんでましたけども、なんか気持ちよくなって温泉の中でしちゃうみたいですけども、昨日はねすごい暖かかったんで、動物たちはみんな日だまりで体を温めてましたね。なんか影に映ってる自分がすげえ怪しいですよね。カメラ構えて、こんな感じで、人もいなかったんでね、こうじっと撮ってましたけども、カピバラってなんか喉を鳴らしてるんですよね。キュル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 みたいな、社会性のある動物なんで、すごいね緊密にコミュニケーションを取ってるみたいですね。何も考えてないようでいて、なんか独特の可愛さがありますね、カピバラってね。これはロバです。ロバっていうのはなんか炭鉱で働く、炭鉱じゃないや、炭鉱で働くのはポニーか。なんかねロバってすごい繊細な動物らしくて、この後ねなんか悲しいと泣いたりするらしいんですよ。すごいわー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 。で結構ね気難しいところがあるそうですね。基本単独で行動するんで、馬とかはね序列ができて群れで暮らすらしいんですけど、ロバっていうのはね縄張り作って一人で暮らしてたみたいですよ。だけどなんか寂しがり屋で突発的にね泣いたりするんですよ。ロバと一生懸命なんか鉄分を補給してましたね。今コロナでね動物触っちゃいけないって書いてありました。鳥はね鳥インフルエンザで見れなくなってました。近づけなくなってまして、全然行ってもね動物触れ合えるって感じじゃなかったですけどね。なおかつ寒いっていうか感じでした。耳が長いですね。王様の耳はロバの耳みたいな。これは以前も撮ってきたポニーですね。なんかね見ないようでこっちを見てまして、やっぱねなんか撫でてほしいから近づいてくんでしょうね、これ多分ね。なんていうんですかね、間合いを取りながらこうポニーも私を見てるみたいな。私もポニーを見てますけど、触っちゃいけないってことなんで近くで見てたわけですけども、この後ねなんかポニーっていうのはね炭鉱で働くように改良されたらしいんですよ。ねすごいですね。人間の作った家畜化してきた動物ですね。ここでね、ロバがね、多分、泣くシーンがあると思うんですけど、結構ね、悲しそうな声で泣くんですけども、この後ろにある山にもちょっと登ってきたんですよ。ちょっと道がぬかるんでてね、途中で諦めて帰ってきたんですけど、そこまでね、ロバのね、悲しい泣き声が響いてきて、なんか哀愁が漂ってましたけどね。ここら辺ですね、確かね。
急に発作的にこう泣き始めて、まあ人気のない 田舎にロバが泣いてるのはね、なんとも言えぬ哀愁でしたね。あとはカンガルーですね。カンガルーね、あの一匹お父さんカンガルーがね寝たきりになってて、奥で日向ぼっこしてるんですけれども、そこで周りで家族で集ってね、なんか餌食ってましたよ。この赤ちゃんカンガルーね、可愛かったんで、可愛いっていうか、よく見るとね、なんていうか哀愁漂う顔してますよね。なんか悲しい顔してるっていうか、なんか眠そうだっていうかね、このカンガルーもなんかこの鉄の柵をペロ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 ずっと舐めてましたけど、まあでも好奇心があるからね、人間に近寄ってくるんでしょうね、こうやってね。耳が結構動いてますよね。聴覚でこう情報を集めてるんでしょうね。まあね、どっかから連れられてきてここまで来たんでしょうけどまあここで繁殖してるから、ここ以外知らないのか。なんかまあ、なんか見てるうちになんかいろいろ考えさせられますね。哲学的なことを考えさせられるなと思って、出ましたけども、まあ人に慣れてるからね、人間の影響を受けた生き物ですよね、こうね、檻の中で生きるってことはね。なんかあ、スマホなくしたみたいな感じで探してるみたいで、袋にお腹のポケットにスマホが入ってたんだけど、どっか落としたみたいな感じになってて可愛かったですけども、まあ、天気が良かったんでね、あの最後に映りますけど、北進というか信越五岳っていうのなんですよ。その飯綱山と、黒姫と妙高と戸隠と和太郎か、すごい綺麗に動物園から見えました。いやでもあの綺麗に山が見えるとね、あ長野に住んでてよかったって心から思いますけども、これ遠くに見えるのがね、多分左から和太郎と黒姫と妙高ですね、ということでした。以上です。